おかみさん、実感ですよ。はーい、頑張ってきます。頑張ってきます。今日の探しテレビは古湯温泉朝市5周年記念イベントの話題です。ご案内は古湯温泉おかみ会の山口さんです。お願いします。よろしくお願いします。まずこちらの古湯温泉、自然豊かなところにあって身も心も癒されますよね。はい、古湯温泉はその昔、不老長寿の薬を探しに来た女服によって発見されたと言われています。ぬるぬるとしたアルカリ性のお湯は肌触りが柔らかく、美人の湯としても評判です。その素敵な古湯温泉で美人おかみが集まっていろんな活動をされているようですね。例えば富士町の名水と新鮮野菜をチーズで味わう古湯フォンデュ、若おかみが中心に行っているおかみセラピストなど、いろんなアイデアを出し合っています。毎週日曜日には朝市もされているようですね。旅館とお客様という隔たりをなくし、各旅館のおかみさんと触れ合う機会でもあります。会場では採れたての新鮮なお野菜や古湯の特産物が勢ぞろいしています。しかも6月23日は1000円以上のお買い物でガラポン抽選会があるそうですね。富士町地元の商品を用意しております。楽しみな古湯温泉朝市5周年記念イベントは6月23日日曜日、朝7時半から10時半まで。お問い合わせは0952-58-2047、古湯温泉千曲荘までお願いします。最後はおかみさんたちからのメッセージです。6月23日は古湯温泉朝市にお越しください。探しテレビ。